危ねえ。おお、ゾンとか。キルペース感上げ組でいくか。デリア。しようかな。無理か、さすがに。おー、素晴らしい。僕は褒めて、素晴らしい。いや、いい。僕がボタン押したんだよ。ケイさんはリアクターが鳴ってるのに逆走してボタンを押すためだけにカフェテリアに向かってるとこ見てました。みんなやってる。今だ、褒められるタイミングと思って押しに行きました。どうセンター？素晴らしい。センター偉いでしょ？何か死んでない確証でもあったんですか？いや、死んでてもいいかなと思った、ぶっちゃけ。やばい。これは白いぞ。白いな。あの、押し時間短い方が、一番初手って結構絞れるじゃないですか、動き少ないから。ね、っていうので、うん、あの、死んでてもいいから遅かなと思って。ああ、確かに。アリバイがね、うん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 、あるんで。そう、偉いでしょう。確かに。偉い。偉い。確証です。ボタン押せて偉い。偉い。偉い。投票します。ちょっと待って、誰今、投票しますって。せーさん、ダメだよ、そういうことしちゃう。え、あたす？さすがによくないですよね、そういう悪乗りしちゃうのは。ちょっとこれ、ちょっと不意に知るパターンだからやめて、その不意。いや、でもさすがに、まあ入っても言うて1、2票くらいじゃないですか。そういうので死ぬからやめて。おー、アベレージ入ってんね。やめてよ。きっちり喜んでるやん、入れられてアベレージ。ね、誰だ、誰だ？クロムだろうな。喜ぶな、喜ぶな。クロム、クロム。間に合わなんだ。とりあえずリアクターによ、良いか。ついてる。あ、違うのか。いや、素晴らしい。いや、素晴らしい。素晴らしい。やったね。僕の次に白い。いやー、もう隠しよう。結構動いてんの見たから、まだいけると思ってやったから。うん、アドミンから押した感じですか。いや、アドミンはチラッと見ただけで、エレクトリカルしまったりしたんで、なんか死んでないかなって見て、ああ大丈夫そうやなと思って押しました。まあ死体もないんでね、うん、これはもう大丈夫ですか、ケイさん。これ書いて、ええ
ちなみに竹ぽよさんとねサントスさんはね結構白っぽい動きをしていた。セキュリティでずっと見えてたり、リアクターとかにずっといたりとかだったから、なんかあのサボタージュした割には全然動いてないなと思ってて、結構その2人白いなと思ってた。そうですね、最後のオーツの時はセキュリティでカメラずっと見てました。はい、私はカメラの人に見てもらえるようにあの踊ってます。映ってますね、この字で多分映ってたはず。はい、ついてたね。結構ずっとついてたかな。結構ずっとついてた。リアクター鳴った後からずっと見てますね。リアクター終わった後だ。終わった後からですね。殺害起こってないから結局印象で白っぽいっていうのしかできないですけど、サントス、竹ぽよ、トータスの3人は白っぽいなと思って。あれ、ケイさんがセキュリティ見てたんでしたっけ？いや、セキュリティでいじってる人とか、サントスさんがリアクターでやってるところとかで殺されないかっていうのを結構チラチラ見てた感じです。カメラは竹ぽよさん。カメラ、竹ぽよさんがずっと居座ってた。なんかセキュリティの方に近づいてくる怪しい影とか見てないですか、竹ぽよさんって？いやー、でもセキュリティはもうずっとサントスさんとケイさんぐらいしかいなかったですね。サントスさんも多分同じですよね。殺されんかなとかいろいろ気にしながら動いてる。まあまあ、そんな感じです。逆に俺割と浮き位置やったよ。途中でアルトさんに会ったぐらい。リアクターは直しに行ったけど、アルトさんに会ったぐらい。そうだね、アルトさん、魚さんと似てる。アドミン側直したの誰ですか？アドミン側、アベレージです。アベレージさんが直してる。アベレージさん、はい、多分アドミン一緒いてなったから、なんかアベレージさんが少なくても。おい、ちょっと待ってくださいよ。その前に自投票入ってますよ。いや、自投票じゃないよ、これマジで。アベレージ全員のアーカイブ見るからね、マジで。アーカイブ見るから、全員の。自分が映ってる、自分の投票が。キリピスやべえ。けど、いや、でも意外にタスク進んでねえから、まあ、大丈夫。ちょっと思い切っていかないとな。しめ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 。やばくね？やばい。ベル。うわ。どこ？アベレージさんの死体をアッパーエンジンの下で見つけました。アベレージさん、あれ？ああ、アッパー1とロア1ありましたね。多分 K さんが上からアッパー見たかな。行きましたね。やば。で、僕がロア行こうとしたら手になったから直した僕。取り急ぎ説明します。ナビゲーションでトータスさんと俺が停電中にいました。で、トータスさん消えました。うん、で、リポートなりました。トータスさん死体です。トータスさん死んでる。じゃあ最終位置の近くにトータスさんの死体もあるっていう感じかな、誰かの。ね、ナビゲーション側に絶対ある。最終位置は。右側なの。最終位置、エレクトリカル直しました。はい、最速ですぐなったと思う。最終位置、チャゲポヨもエレクトリカルで、先端さんの次に最終アルトはストレージだな。いや、足はアドミンです。これは多分誰の死体に焦点絞って1個ね、トータスさんがいいんじゃない？最初トータスさんが分かりやすいんじゃない？うん、ね、多分ね、俺が停電中にナビゲーション、トータスさん白だと思ってたから、トータスさんと一緒にナビゲーションのところにいたんだけど、トータスさんが行っちゃって、
で、追いかけようと思ってナビゲーションからシールドに向こうと思ったらリポートだった。だからどっちに行ったか分かんない。エレクトリカル直した人って誰です？僕です、僕です。先端。で、チャゲポヨさんもいるんだよね、そこに。アベレイさんの話に戻すんですけど、ね、コミュニケーションで確かアベレイさんに会ってて、で、うん、結構そこからアドミンに寄ったは寄ったんですけど、その後アッパーエンジンに行ってて、アッパーエンジンで死体なんですよ。あんまり時間が経ってなさそう、ほかほかの死体っぽくって、右側にいた魚さんは絶対多分やれなくって、チャゲポヨさんって多分できなくって、うん、あの、うん、セキュリティの時の証拠から。なんで、左側の直した人の中にいると思う。あの、エレクトリカル直した人の中に、おそらくエレクトリカル。でも一緒に向かって、アドミンから一緒に向かったでしょ。その直前に会ったんじゃないの、アベリーさんと。一緒に分かれたじゃん。違う、コミュニケーションの時に会った感じだから。あ、時間空いてるってこと。じゃ僕が戻ったってこと、うん、もう一回話しましょうか。多分負けるよこれ。いや、おわ分かる。まあ、そうそう、負ける。うん。役立たんちゃうかな。ねえ。危ない、マジで危ねえ。魚さんが目の前でやってました。いやいや、だったら俺リポートしない。いや、だから先端か。じゃあ離れたからじゃない。どっちだ。じゃあまずリアクターを直しに行ってるのが K 君と俺が最初に入って、その後に入った人がいますよね。アシューです。そうで、アシューさんは俺が、うん、じゃあ、インポスターだったら、はい、マジであの行動する意味がないから。はい、そう思います。魚さん白やと思います。どういうこと？もう一回教えて。いや、あのリアクターで上と下、まずまずリアクターが鳴りました、はい、俺が最初にバーっと行って、 K 君がすでにいました、はい、で K 君上直しました、俺が下直しました、足湯さんが入ってたって感じで、その後にみんながバーっと入ってきて、なんでボタン誰も押さねえんだと思って上の方戻って、あ、これ負けるかもしれないと思ったら K 君の下に転がり、リポートになったから慌ててリポートをした。え、それなんで白くなるの？どういうこと？俺がインポスターだったら、うん、あそこの場で殺す必要がない。逆に先端さんはなんでボタン押さずにこっち来たんですか？リアクターの方に。あれ、チャゲポヨさん残ってなかったっけ？いや、僕はあの2人残ってると、あの向こうでダブルキル発生しても怖いなと思って向き直しに行きました。先端さん、いましたわ、チャゲポヨさん。僕はリアクター治るぐらいのタイミングで、ね、あれ残ってなかったっけ？いや、残ってないです。他の人の目撃情報は？いや、でもやっぱ K さんと魚さんが最初やってて、僕がその時点で入って、まあその、センターのそのチャゲポヨさんが初手でまあ残ってたの見て、うん、今しかもキルしたんが魚さんと僕の間ぐらいで、先端さんが切ったように見えたなっていうのが、あ、俺そもそも、ロアエンジンのとこに入ってない。ロアエンジン死体が落ちたのは発見できてるんだけど、セキュリティロア下の方に、え、アッパーか、ごめん、アッパーですね。あ、よかった。先端インポスターとそれ似てる。やっちゃった、やっちゃった。ボタン前じゃありなかった。やっつった。あちいちあちいち、やけどしちゃうぜ。いやー面白くなってまいりました。いやー、やらかした。いや、今のは合ってると思いますよね。いや、ボタン前でキルすればよかった。焦らず、うん、焦っちゃった。まあ、知りますよね。いや、6人2ローマン面マジ難しいと思う。いやー、頑張ってくれ。あれ、カフェ前待機でどうし、ありがとうございます。いや、マジでありがとう。危なかった。いや、先端さんはが連れてて、うまっ。
これでレポートした魚さんは白で確定かなっていうのを僕は見てます。多分トータスタン周囲を洗った方がいい絶対。先端ってエレクトリカルに行ったっていう証言で、先端がいたっていうのを。ドア閉めればよかった。本当にいたドア閉めればよかった。確認できるし。トータスタン。やっちゃった。最終位でエレクトリカルにいたってこと。そういうこと言ってた、センターは。あ、停電、最終停電直したところを僕が見てます、センターさんが。あ、じゃあいるのね。ということは、アルトか足湯ってこと？魚さんっていうのは。俺は足湯さんは違うと思ってるけど。あ、じゃあ、弾くと俺になるってこと？多分、いや、わかんない。やっちゃった、ドア閉めればよかった、焦った。僕も最初は、あー、マジでごめん。魚さんと同時に右の方行って、ナビゲーションだけ寄って、最終上回りでアドミンに行ったんで。まあ、殺せる位置には空いてるんですけど、僕はカフェから降りてきてストレージだね。ただまあ、そのインポスターやったら、あそこで先端さんっぽいって言わんのも考慮してほしいかなっていう。あ、そう、それはね、俺はもう思ってる。はい、普通に乗ればいいかなと思ってる。確定2票は入るから。頑張れ。釣らない選択肢の方が良くない？釣らない選択をするか、それとも革新的に思ってるんだったら行っちゃってもいいと思ってる。俺は結構頑張ったるさ。いや、勝ってほしい。4キル扱ったから勝ってほしい。ってことです、魚さん。いや、マジで。僕はでもそうね、先端と殴り合って魚さんが取ってるから。チャゲさんってなんか試験もアルトさんかチャゲポヨさんかなってなってます。あ、でも、K さん殺しといてよかったな、まだ。まだ、不幸中の幸いだな。あれ？ドア閉め抜けてた。そもそもさ、チャゲさんマジでごめん。頑張れ。インポスター同士だったら、チャゲさんってなんでリアクター行ったんだろう。待てばよくないと思っちゃうから。やべえな、これ。スキップした。スキップ。割とアルトさんだと思ってるけど、スキップは一旦しますよね。俺はスキップ入れたよ。あ、マジか。よしよしよし。あ、でも、ボタン押してもいいよ。殺したいんだったら。ゲロンしてもいいと思ってる。いや、マジで頑張ってくれ。いい頑張ってくれ。いや、なんか初めてだったな。やばい、どうしようかったのか。いや、いいね。かしこしね。いや、白熱してますね。いや、頑張れ、相方。誰なんだろうな、これ。多分7割ぐらいであの人なんだろうなって。当てよ、そこは阿部さん。え、ここでポンっていっちゃうの？別に阿部さん答えを知ってるわけじゃないから、別に予想言ってるよくない？あ、予想ね。あれ？ありがとうございます。ありがとうございます。どれで洗った方がいいんですかね？どうだったんでしょう？でも、魚さんの。リポートだったのって誰の死体だっけ？アベレージさんを K さんがアッパーエンジンで見つけた。アッパーエンジンで見つけた。はいはい。ではアッパーエンジンの証言の言った方がいいね。そうっすね。寄ってないな。ここはね。結構前のターンでリアクターが連発してなってる時にそっちのタスク終わらせちゃったから一切そっち行ってないんだよね。いいね。頑張れ。そう、僕も右側行って真ん中のアドミン行って。いやでもね、このボタンの強気具合はね、インポスター視点なんだよな、正直。アッパー1、ロア1、あんまり要素を取って、あとは多分ローカとか出てたのかなっていう。ここはね、O2 じゃなくて見出した瞬間になったのかな。リアクター鳴らして、そこまで数覚えれてないんですけど、アッパー1、ロア1は確定やったですね。あー、僕も俺はね、真ん中にいましたね。もう俺ちょ正直足湯さん疑えないから、足湯さん疑わないんだけど、はい、2択なんですけど、はい、先端から拾った方がいいのかな。正直ね、下位置はもう分かんねえわ。そうですね、そうですね、さっきの頑張れ、ここを洗う時間がなかったっていうのは、ここ粘れ。まあ、もうその2人とも生きようとしてるんやったら、アルトさんかなって思うんですけど、あえて対立させて1人でも残そうっていうんやったら、チャゲポヨさんと。どっちやな、アルトさんの方が可能性は濃いような気もするんですけどね。いや、俺もあのね、センターがチャゲさんいたよねっていう、カフェテリアにいたよねっていうのが、はい、インポスター同士で言うのかなっていうのがあって、はい、でチャゲさんとセンターのインポスター同士だったら、うん、チャゲさんがカフェテリアでマッチ、センターがそれに合わせてダブルキルをした方が絶対勝てると思うから、あそこで慌ててダブルキルをする必要性がないと思ってるから、はいはい、いやー頑張れ。あそこにいた中にインポスターの相方がいて、はい、頑張れ。いやーマジでやっぱり頑張ってくれ。戻ったってことですね。だとしても、ね、ありましたね。
スキップスキップスキップ。お互いに入れるんだったら、スキップします。入れるわ。いや、ごめん。いや、これでずる。いや、マジでごめん。俺がやったことしても残った方がいいんだよな。さかなさん。大丈夫だよな。いや、ごめん。マジでごめん。いや、すまん。セタ、ごめん。届かなかった。お見事。あ、ごめん。いや、そうだよな。てか、ボタン前でキリすればよかった。ごめん。いやー、これは届かなかった。無駄ない。ごめんなさい。いや、ごめん。ドア閉めすればよかったって、後で気づいた。あー、そうっすね。僕もそれちょっとすればよかったな。いやー、4キロ熱かったんだけどな。いや、熱かった、熱かった。あれめっちゃ熱かったよ。マジで。あのね、アルトさん完璧やったよ、もう俺殺すタイミング。報告のほんま 0.5 秒前ぐらいに、ザーンってやったっす。マジでバチ、バチコンビビビったわ、ほんとに。え？いたよ、一緒にって思って。いやいやまあでもそっか、なんか初めてだったな。そっか、ドア閉め。そっか、ドア閉めか。アルトさん、見られてないしな。うまいね、マジで。めちゃめちゃうまい。あれさ、マジで、だって、全然情報整理できないから、本当に、その、もうし、ミスれないっていうのが、絶対あれ、ほぼ、インポスター殺せないよね、あれ。いや、魚さんに救われた宇宙船だった。いやー、ほんまに。さすがすぎた。あの情報にたどり着くのはすごいと思うんですよ。判断俺、足湯さんに助けられた、マジで。いや、いらんこと言ったな。何も言わずに死ねばよかった、せめて。いや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 。いや、僕、あれなんですよ。サントスさんと一緒に、ロア1、多分見行こうとしてて、で、死んでそうだったから、連打しながら、サントスさんをロア発見される前に殺して。そう、多分ね、あと一歩ぐらいでね、リポートのあるところまで行ってて殺されたんだよね。一歩か二歩足んなくて、神殺されたんだよ、センターさん。怖いから一応停電だけ鳴らして、一瞬でもそっちにちょっと行く素振りになってくれないかなと思い。届かなかったけど、まあでも残った人に。トータさん一緒にいようって思いながら追いかけたらさ、うん、なんか死んでるもんなんか。俺もさかなさんと一緒におろうと思ったんけど、停電になってもうさかなさんも出てるやろうと思って、アルトさんがスーって寄ってきて、しばらく一緒に行動したのち、抜群のタイミングでキルされて、そのまますぐ報告になって。タイミングすごすぎてバグってあれやもんな。魚さん死んでたもん、俺の画面。トタツさんへへーとか思ったら、おーちょっとやばいやばいやばい。いやー、センターナイスキルと思ってね。いや、マジでキルすげー。いやー、すごいわ。マジで。いや、アルトさん。いや、めっちゃキルよかった。あー、もう、マジで。いや、勝ち逃した。これ勝ち確だったな、マジで。いや、これは僕がちょっとね、ギリギリの距離で、誰だったっけな、あれ。ちょっと先にいたんですよ。いや、誰だったのかな、竹ぷよさんだったのかな。竹ぷよさんだったね。竹ぷよに走ってたな。ボタン誰か押してくれるだと思って、優先的に直したんだけど、うん、なんかみんながボボボボって入ってくる。え、ちょっと待ってと。あれ、全員で行かないと逆にまずいんかなと思って、全員で短大行動してやって、一人、なんかクルーメイトで固まってやったら即押すみたいな。これはね、結構押せる人がいたら、押せる人と液晶人の人で、あそこでインポスター殺しちゃう可能性もあるから、で、あのなんか いたりするから、みんなが言ってた。ちょっとね、ボタンを押すか迷ったんですけど、あと4秒だったんで、シャケさんに押されると思ってもさっき押しちゃったんですよね、さっき。あ、でもあのボタンはめっちゃ、白く、若干思ってた。うん、そうなんですよね、なんか殺されるかなと思って、ちょっとアルトさんと距離取りつつだったんですけど、別に逆に殺されたら殺されたで絞れるからいいかなっていうので、あのうまいボタンを、いやー、マジで勝ちたかったこれ。だって2回目の俺のボタンまではすごかったもんな。もう完全に追い込んでるつもりやった。マジか、もう100点満点だったんだけどな。キルのタイミングが全くなくて、いや、これマジインポスター目線見てみたいな。どういうキルしたのか、うん、めっちゃ見たい。アベレージさんが多分一番最初に死んじゃってるんですよ、アッパーエンジンで。はいはいはい、そうですね。で、その後、ね、ロアエンジンで黒川クロムさんが死んじゃって。そう、見てね、アッパー1、ロア1が深すぎるなと思ったんだよな。で、あの、センタンがサントスさんをすごい絶妙なタイミングでフォローしてくれて。完璧だったな、本当に。完璧なキルだったと思う。たぶん、ロア近くに2体転がってるんですよ。だって、戦慄したもん。いや、ちょっと、だって、数秒前に一緒にいましたけど、みたいな。最強の4キル。その後の6人になった時、ほんまに誰っていう感じでも、そう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 、何も情報ないって全然絞れなかったですよね。ああ、もう全然絞りきれなくて、ダブルキルだって思ってたら、もうやっぱちょっとね、届かんかったな。
あー、そこ同話しみ、なるほどな。いやー、同じ場面やったら使おう。引きずるな、これ。いや、もう、チャギプーさんが偉くて、僕残してリアクター行ったから、もう、僕言い訳できないから、ここで決めきるしかなかったってなって。あー、なるほど。うん。そうそうそう。で、あ、勝ったって思ったら油断して、勝ち急いじゃったな。あー、まあ、動いちゃいますよね。マジで。先端さんがすごい白く見えてたんで、あ、先端さん、まあ、まあ、みんなリアクター行ったから、先端さん残せば、まあ、ボタン押してくれるだろうと思って。全然ならなくて、いや本当紙一重の感じだった。いやーね、いやー、ね、ナイスゲームですね。いやナイスゲーム、いや本当ナイスゲーム、ナイスゲーム、素晴らしい。いや久しぶりの先端とのインポスターだからちょっと舞い上がっちゃったんだよな。いやもうなんか、あー勝ったよったと思って油断した、マジで死亡プラグビンビンに立てて、いやマジで、いや6人そうだよな、僕カフェいないのって僕しか分かんないから、僕がドア閉めしなきゃいけなかった。あでもドア閉めでアルトさんと分断されてもだから、いやむずいな。お、まあ、一応キルのところは頑張って見てたつもりではいたんですけど、1秒とか出たらもう絶対殺そうとは思ってたけど、ほんとあとちょっと一歩ぐらいので切るって感じでしたよね、距離的には。あと一歩ぐらいでしたね、チャゲポヨさんに届く。あーあー危ない、危ない、ね、魚さんそこでもナイスレポート、いやーマジかマジかマジか、僕が死体側に引き返さなきゃいけなかったんだよ、あんま壊れるからこれ。てか、あ、なんかもっと言うと、僕がボタン側の人を切るしってアルトさんに戻ってもらえばよかったから、いやそこの辺もちょっと油断したな、勝ったって思っちゃった。いやすいません、申し訳ない。いや今しめの動画化しよう。今しめの動画化、今しめの動画化、自らに勝つ。これ私最近6人二郎番目の研究したんですけども、思ってるより難しいです。あのクルーメイトがちゃんとケアする動きをすると、意外とインポスター確率に詰めるのって結構難しいっていうのは分かります。思ってるより難しいです。なんか6人2ローイコール積んでるみたいなイメージがあるんですけども、研究したんですけど、クルーメイトがそれを意識してちゃんと対応して動くと、さらにそれより1個上の選択肢を通さなきゃいけなくなるんで、うん、かなり厳しいです。厳しいですね。リアクター行った方が良かったって意見がありましたけど、リアクター行ったら今度ボタンを押されるから、そうね、ボタンは絶対残っとかないといけないですよね、6人だと。あ、チャゲさんが行ったタイミングで一緒に行くのが良かったのかな、ちょっと。だったらチャゲパイさんが戻って、あ、見えないくらいで。うん。あれ、でも結構、クルーメイトが何人どこにいるかで、そう。いや、でも本当にギリでしたよ、本当に。うん、チャゲパイさん後ろを形で、あ、いや、残ってたかな、ちょっと。でもそれでチャゲポヨさんが戻ってきて、あれって思って戻ってきて、僕がキルして、その先頭がクルーメイトだったらやばいんで、そうなんですよね。うん、だから、いや、まあ、ドア閉めだな。最善択はドア閉めだったな。何ですか、まあ、アッパーだったのか、アルトさんは。なるほど。ああ、そうそう、あの、メットペイに最初僕行って。ああ、なるほど。で、センタンが見に来てくれて、そのままセンタンが出て行ったタイミングで、多分アッパーでアベレージさんをやってるんですよ。うん、そこの、でも、一つもマジむずいっすもんね。いや、最初に2ターン、2人ともキリしなかったっすもんね。そう、我慢した。タイミングなかったですね。ああ、なるほど。3人ぐらい固まってるところばっかりだったから。あの、そこをちゃんと我慢してたのすごいですね。浮くのを待ってたんですよ、うんうんうん、結構みんなバラバラにばらけて。はあ。すいません、ザ・チャゲパヨさん。雪辱を晴らす。